サブチャンネルでございます。なんちゅうアングルから始めてるんだよって感じなんですけれども、ちょっと今ね緊急でね動画回してます。言ってみたかったんだけどこの言葉。緊急で動画回してますって。これがそういう状況かって感じなんだけど、今ね何が起こったかっていうと、ポンスを幼稚園のバス停にね迎えに行ったので、寒かったから車で迎えに行ったんだけど、ちょっと遅れちゃってバスが園に戻っちゃったのね。しかもポンスを乗せたままママはお迎えに来なかったみたいな、ママがお迎えに来なくて間に合わないかったかな、私が間に合わない、そんなこと初めてなんだけど。で今ポンス多分泣きながら幼稚園に戻りました。ママが迎えに来てくれなかった、どうなってるんだと。申し訳ない、絶対ポンス泣いてるよ。遅れちゃいました、ごめんなさい。ごめんなさい。パンス、遅れちゃってごめんね。うん。お詫びに三ツ矢サイダーを買いました。じゃあちょっと一回お家まで帰りましょう。こちらのくつろぎスペースに部屋ってまいりました。この部屋ってあんまり動画で映ることないんですよね。うち本当にいろんな人がお家に住んでる家なので、おばあちゃんとか妹とか、うーくんの後輩とか、もういろんな人がね、ここを出入りしてるから、自分でも何がどこにあるとかあんま分かってないんだよね。そんなお家珍しいと思うんですけどね。うちはこんな感じなんですよね。はーい、こちらが寝室でございまーす。せーの。今日も明日もこんがらがっちゃうんだけど、こんがらがってこんがらがってコングラチュレーション。今日はコアラマットレス2回目の紹介動画です。イエイイエイ。いやコアラマットレスマジうちら超愛用してるもん。せーの、はい、せーの、はい、イエーイ。はい、早速コアラマットレス、はい、開けていくんですけど、これはい無料用ですか？これはまだちっちゃく圧縮されてる状態ってことです。これを破いて空気が入るとモーって膨らみます。で、はー、気持ちよくない？普通に気持ちいい。なんかめっちゃふわふわ。ほら、まるで生まれたての赤ん坊のような気持ちになれる。いやー、1年あっという間だなね、ポンス。ちょうどこのコアラマットレスの1回目、このサブちゃんを見てくれてる人だったらわかると思うんだけど、なんか新生活どうみたいな、なんか最近どうみたいな話をコアラマットレスの上でしたんだよね。そこから本当に1年間いろんなことがあって、また同じマットレス、そして新しいバージョンの上でねお話をさせていただけるってことなんですよ。みんなもさ、4月ってさ本当にいろんな出会いがあったり別れがあったり、やっぱ環境の変化で周りの人間関係も変わったりとかもするし、慣れないことがたくさんあってすごい疲れる毎日だと思うんだけど、でもね過ぎてみれば一瞬だしさ、なんか今は気にかんないなと思っても、ちょっと頑張ってね、耐えてみると、意外と明るい未来が待ってると思うんだ。お、おならした？おならした？うん。くさーうまいね。ポンスが拗ねてどっかに行ってしまったので、このタイミングでコアラマットレスの新しいバージョンの紹介をしたいと思います。せっかくね私にこうやってお仕事をくださったので、もう最上級のあの、うわー怒ってる。どうした？ちょっと待って、一回中断しますね。いじけている。一回コアラマットレスの紹介させて、待ってて迎えに来るから。やっぱ今まで
までのやつ、ちょっと今足で乗ってるんだよな、ちょっと待って。今までのやつも全然十分好き。普通に好きなんだけど、なんかちょっとやっぱ違うんだよね。新しいバージョンはちょっと色がまず違うね。なんかみんな家族とどうやって寝てる？よく言うこの海外の子供は、子供は子供でさ、Good night, I love you. って言って、自分と旦那さんは自分と旦那さんのベッドで寝て、子供は子供のベッドで寝かすみたいな、あるじゃないですか。あれどうやったらさ、叶うのあれ。だってさ、ポンスなんてさ、絶対ママがそばにいないと寝れないから、その子供と同じタイミングで私寝ないんで、自分が。もう絶対私がこうやってトントントンって寝かしつけて、完全に寝た後にリビングに戻れるみたいな。だからさ、どうやったらさ、別々で寝ることできるんだろうね。すごい別々で寝たいのよ、私は。私的に。みんな何歳まで親と一緒に寝てたかなとか、逆に、今親の人はどうやって子供寝かしつけてるかな、ずっと一緒に寝てんのかなとか、すごい気になるんだよね、みんなの。ちなみに、うーくんが帰ってきて、うーくんと一緒に寝るときは、だいたいうーくんと同じベッドで、ポンスは違う布団で寝るとかかな。うーくんがニンニク臭い日に限り、別の部屋で寝ますね。え、マジでうーくん最近腕枕とかしてくんないからね。あー、痛い。熱い。ちょっとうざい。みたいな感じだからね。でさ、え、なんでそんな感じなのとか言って言うじゃん。ちょっと。いや、ぶっちゃけさ、だってさ、腕枕して、ね、寝るなんて、合理的じゃなくないみたいな話されて、うーくんに。いや、わかるよ、わかる。絶対に一人で寝た方が睡眠としての質は上がるもん。でも、なんかこう、愛情の表現みたいな感じでこう一緒に寝たりとかするわけじゃないですか。そういうのいいって言ってくる、あいつ。でもいいよね。なんか山田涼介も膝の上になんかこう女の子を乗せてゲームするのとかどうですかみたいなインタビューで、あー疲れます無理ですみたいな感じで答えてて、なんかうーくんと似てると思って、かっこいいなと思った。俺はいつだって腕枕して寝てやるからな。っていう男よりさ、いや、肩疲れるとか、いや、膝の上でね、ゲームされたらめちゃめちゃ邪魔です、無理ですとか言ってる男の方が信頼できんのよ。なんか、いい言葉ばっか言う男って信頼しちゃダメ。うん。わかった。ダメだから。あー、嬉しいわはーとか言えんの、3ヶ月ぐらいだけだから。そっから先は、ないから、そういうの、かゆ。脇に汗かいてきてかゆい。まあ、うちらはね、そんな感じで寝てるんだけど、このね、ニューコアラマットレスが導入されたということで、また、うーくんとも、このベッドで、一緒に、仲良く、寝れたらなって思います。はい、こんな話をしていたら、ポンスが寝ました。ちょっと見てみますね。このニューコアラマットレスの寝心地はどうだったんでしょうか？この顔を見れば、一目瞭然だと思います。どうぞ。はい、すやすやと寝てしまいましたね。よかったですね。ポンス、マジで寝ちゃったんだけど。もう、幼稚園頑張ったからね、今日もね。昨日からお弁当が始まってて、まあ、結構ポンスも長い時間の幼稚園になったから、まあ、4月はちょっと一旦幼稚園の新生活慣れさせて、で、5月ぐらいからまた習い事、サッカーとか、水泳とか、あとね、ダンスとかを習わせようかなって思ってます。なんか、うーくんがやたらピアノ推しだから、ピアノは？ピアノは？みたいな感じで言ってくるから、でまあ、ピアノ鳴らそうかなと思ってるんですけど、その辺のところもうーくんと話して、決めて、やっていきたいと思います。徳丸は、まだ、ママもパパも言いません。ポンスはね、この同じ年ぐらいの時に、もう全然喋ってたのね。でも、徳丸はまだ、ティティポっていう電車のおもちゃがあるんだけど、ティティポしか言いません。正確には、ティティトーみたいな感じなんだけど、ママとか、パパとか言っても、にも言わない。またそれがね、それもそれでなんか時短っぽくていいなと思ってね、楽しんでるんですけど、私は。ということで、徳丸の成長も楽しみにしつつ、ポンスの成長も楽しみにしつつ、あーちゃんもうーくんも成長しつつ、これからもいい睡眠をとって、深い睡眠をとってね、気持ちいい毎日を送りましょう。皆さんも、そんな毎日を送れますように。それでは、おやすみなさい。はい、コアラマットレスを使い始めて1週間が経ちました。このコアラマットレスが来てからはもう寝るときはね、みんなで子供もこっちのベッドを使って寝るようにしてるんですけど、あ、ちなみにうちはね、このマットレスだけじゃなくてコアラマットレスのこのフレームも一緒に使ってるんですけど、子供たちが特にもう寝るのが超楽しみみたいな、寝に行こう寝に行こうみたいな感じになって、めっちゃ楽になりました、私が。
いつもとね、違うベッドになったから、なんかそれもいいっていうのもあるし、なんか前までね、プクマルで結構なんか夜中起きちゃったりとかしてたんですけど、コアラマットレスになってからは結構なんか包まれて安心して、はぁーみたいな、もう目覚めなくなって、本当にね、もう助かってます。で、大人の私もですね、もうなんか体がすごい下の方から、こう支えられる感覚みたいな。夏だからもう結構暑くて、硬い方を上にして寝てるんだけど、なんかすごい通気性もいいし、寝心地が本当に最高。本当にこのベッドで寝るとなんかもう、あー、気持ちいいってなるし、なんかね、温度調節がすごいしやすいなって私は思って、今までね、私が寝てたベッドがね、結構ね、暑くなっちゃうっていうか、それがね、すごい気になってて、風邪ひきやすかったりとかしたんだけど、寝心地も変えられるし、なんかポンスがさ、夏この暑くなってくると、布団から出て、もう床の、冷たい床で、こう、寝るみたいな。ことをしてたんだけど、コアラマットレスの時はそれがないのね。もう掛け布団はもう取っちゃうんだけど、もうこのマットレスで、はぁーって寝てくれる感じで、私的にもすごい安心してる。それがめっちゃいいね。マジ床で寝るからさ、あの人。やめなって言ってんのに。子供たちの体温調節がすごいしやすかったのがめっちゃいい。で、このニューコアラマットレスは、硬さがね、普通と硬めの2つ選べて、私の力でも簡単にね、こう変えることができるんですけど、こうやって、ここからね、ここにファスナーがついてます。で、これをこういうふうににーって開けて、で、今一周こうやってファスナーが取れたので、で、ひっくり返すときはね、半分にね、こうやって、こうやってるでしょ。で、こっちの下側を、これでもう、ひっくり返せたから、で、ちょっと馴染むまで、時間を置いて、で、またファスナーを閉めるみたいな感じになります。例えばこれあれだよね、なんかこう上の部分だけちょっと汚れちゃったなみたいな時、干しやすかったりもするし、それが私はすごい助かってる。上側が固め、下側が裏返すと普通。私は固めが好きだから今固め上にするんだけど、普通がいい人は普通を上にするみたいな感じで分かりやすく書いてあります。あと、私自身の、睡眠の悩みとして、こう、ベッドにこう入ってからなかなかね、こう寝つけないみたいなのがあったんですけど、コアラマットレスにしてからは、こう寝つくまでがすごい早くなったような感じがして、で、朝の目覚めも本当になんかこう、私本当朝弱くて、もう全然起きれないんだけど、もうコアラマットレスにしてからはなんか結構、目覚めもなんかいいかなみたいな感じになってます。そしてですね、この今動画を見てくださってる人の中で、こう、コアラマットレス使ってみたいな、みたいな。でも、なんかベッドって金額大きいし、一回買ってもし、なんか合わなかったりとかしたら、ちょっと不安に思ってる人もいると思うんですよ。そんな人に朗報です。こちらのベッドですね、実際に使ってみて合わなかったっていう場合になんと返品することができます。しかも、その期間がなんと、120日すごくない？もう、120日使って、もうダメだったらもう返そうみたいなので、全然いいんですよ。120日はトライアル期間として、ニューコアラマットレスを使うことができます。季節とか体調によってもね、求めるこう寝心地とかって変わってくると思うんで、120日もあればね、それはある程度理解できるかなって思うから、すごくもう良心的だなって思ってる、今喋ってて。すごくない？だって普通もうちょっと短いよね。で、しかも、このマットレスね、なんと10年保証もついてるんですよ。もうありがたい。10年も保証期間があるので、で、例えばこれ購入してみんなの手元に届いた時になんかここ不具合があるなみたいな、例えばなんかちょっとシミがついてたとか、なんかちょっと壊れてるなみたいな部分があった場合も、保証期間中であれば無料で全部交換してもらえたり修理してもらえたりするので、本当に安心して購入してもらえます。4月の28日から、5月の8日までがセール期間になってるみたいなので、概要欄から URL でぜひチェックしてみてください。これマジでおすすめだから。もう私の本当におすすめする寝具。一週間の間にさ、この一週間の間に前髪をさ、マジでさ、切りすぎてさ、本当にやばい前髪になってるよね。やばくない？もうやばい、やだ。プクマルの前髪を切って、そのついでに自分の前髪も切っちゃおうと思ったらね、こんな前髪になってしまいました。みんなもね、ゴールデンウィーク楽しいと思うんですけど、病気とか怪我とかには十分気をつけて、本当にいい睡眠をとるってことが、本当に体には一番のこう免疫力とかも上がるから、もう睡眠の質だけは
本当によくしてねって私は息子にも、もうちゃんと寝る。もう1に睡眠、2に睡眠ですから。で、ご飯食べて、ちゃんとっていうところだから、もう睡眠さえ安定してれば元気にいられるんで、ぜひこのコアラマットレスを使ってみんなもいい睡眠をとって楽しい休日を過ごしてください。そして楽しい毎日を送ってください。ということで、ごめんなさい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。サブチャンネルこんな終わり方しないけど、まあいいや。バイバーイ。